ずは握力、イエーイ。ね、握力の機会があります。おお、うん、なんかマリカニヤニヤしてるだってなっちゃん握力明らかになさそうだもんないの、うん、でも頑張るよ。大丈夫、手、うん、なんかね、痛くしないようにね、うんうん、みんなできる、あの安全な感じで、そうだね、全力をね、はい、うん、出しましょう。よし、行きます。頑張れ、はい、お願いします。右手、はい、ふん、おお、18.4。 おー、 18.4。 これ O なの？でも女子ってさ、うん、20前後ってイメージだよね、うん、そうなの、うん、じゃあまあ平均じゃ平均、平均、平均ちょっと下回るくらいかな、ちょっと下回るくらいかな。わかりました。右手 18.4、 うん、左手、次、右利きだもんね。右利き、確かに。左手やります。頑張れ、よし、いきます。くー、おー、肘をピッと伸ばしてくー、正規のやり方だよ。そうだね、はっ、あ、どう？ 21.6。 え、うわ、え、嘘、左手左手の方の左手、左手でやったよ。すごい、あれ、なんか私左手に何かの力が宿ってるあれ、あ、そのいつも荷物持つ方左手とかそういうこと、どうだろう。でも右利きだから右の方が使ってると思う、イメージあるよね。すごい、なんかわかんないけど左の方が良かった。おお、21ってすごいよ。すごい、じゃあやってみるね。うん、よし、いきます。右手、右手、ドリャー、頑張れー、いいよ、いい声出てるよ。どう？16.9。 イエーイ、彼の終わりにね待って待って、あれ、なっちゃんよりいってなくない？なっちゃんよりいってないな。右利きだよね。右利き。でもほら、今左に宿ってるでしょ？あ、宿ってた。そっかそっか。私も左手の持ち主。うわー、ちょっとそれで行ってみよう。来るかもしれないよ。来るかもしれない。よし、うん、では、左行ってみます。うん。せやー、左ー、最高ーい、怖いしゅ。みんな反応に困るのやめてくれじゃあ行きます。せーの、鉄則なんですよ、うん、と言いつつ、まあ右手だからあのそうだったんですけど、左手言うてね、言うてそんな高くならないと、まあ、言うて、そんこれこうかな、こうかな、スタートね、オッケーオッケーオッケー、いけるよ、はい、いきますよ、せーの、はー、頑張れ頑張れ、左手に、もう無理25.5。 すごいよ、待って、すごいよ、どっちも25超えてる、どうしよう、悪いか、あれ、すごかったんやな、すごかったんやな、そんなかな、あれ、ちょっとこれ、私、すごい？サボーリ魔を使ってすごいって言う、やったー、すごいよ、すごい、嬉しい、すごいな、いや、じゃあ、ごめんね、なんか、そう、結果出しちゃってなんか、ごめんね、右手見るとドキドキしてきたもん、あれ、27キロある握られるって思う、あんな細いよね、怖い怖い怖い、はい、ということで最後は反射神経ゲームでーす。イエーイ。今私たち座っておりますけれども、ここでまずはですね、反射神経を競うゲームをしていきたいと思います、うん、ここにね、ハンカチが置いております。あるね、このハンカチを音が鳴るんですけどね、はい、その音が切れた時に、うん、シュッ、おー、取る、うん、取ります、うん、取った人が勝ち、あー、そうなんだ、だから人よりも早く取りましょう。わかりました、はい、ほい、じゃあ公平にするために手は耳からやって、はい、音が切れたら取りますね。わかりました、はい、
じゃあスタートです。鳴るのを待つゲーム？違うよね。嘘、鳴ったのじゃない。あー、鳴った鳴った鳴った。ここ戻してくる。27やぞ。握力握力握力か。握力やっぱね大事だよね、うん、そこで来るんだよねきっとね、うん、いやこれ大事だな、うん、これ3回選手だから、3回最初に取った人が勝ちだからね。なんてこった。じゃあ今1ポイント入った状態だね。どうなってる、待ってる、待ってる、はい。何これ、戦闘力戦闘力18やけど頑張ったで。3回だからどんどんやろうね。強いな。いやこれすごいな、ね、みんなに